てんだよ。そうですね、そういう感じなんですね。俺が選んでいいよ。じゃあハーデス選んで。あ、じゃあ私ハーデスですか。選んで、どれ。何にも弾いてないです。何も弾いてないですよ。断言するわ、もう全力だわ。全部これハーデスとガイド全力だわ。
死んだばあさんが言ってた。そうなんです、ありがとうございます。これは緊張なんで大丈夫です、大丈夫、60は緊張です、おばあ様から大丈夫です。うちの死んだばあさん本当に口うるさくてな、聞きたいばあさんの話で、おばあさんが言った通りだろ。そうですね、ばあさんの
ばあさま。うちのばあちゃんのばあさんって言わないでくれ。おばあさま。予約中ゲームや。今からです。漏れたからそういうことを聞いてるわけじゃなくてさっきユンケルの言いましたよね、頑張るでって言ったじゃないですか。まあ、頑張ってどうなるもんじゃないですね、パスって乗って、そこ乗って私の気持ちに乗って。いや乗れないよ。いや、万枚目指さないといけないんですよ。待って大丈夫ですか、このペースで。今日最高の舞台じゃないですか。まあそうだね。500ハマりましたよね、さっき。今からここから頑張らないといけない状態なんですよ。どうしたの？いや、そろそろ本当は万枚出しとかないと。またかよってなっちゃうなと思って。今回本気なんです。お互い頑張ろう。お互い頑張ります。相談コーナー、だいぶ皆さんも、あ、ここはなん真面目なテンションなんですね。真面目なテンションです。わかりました。ふざけてばかりなんで、はい、ここはじゃあ、ここ真面目に答えます。一つ目が、はい、食べログで本当に美味しいお店の見分け方を教えてください。食べログといえば魚宅さんですもんね。本当やめて、そういうの意味がわかんない。そうじゃないですか。お昼ご飯の時間になるとすぐアプリ、食べログのアプリ開いて、どこどこランキングいいからってここでしようって言ってくれるじゃないですか。まあそうですね。結構地方行ってお昼ご飯とかって、まあ、調べていくんですけど、まあね、ある人は言ってました、うん、結構そういうの詳しい人は、はい、3.1 から2に名店があるって言ってました。隠れた名店は3点、点数ある5点満点なんですか。で、3点って大体普通、うん、要は一般的なチェーンのお店が3点ぐらいじゃないですか、うん、で4点超えたらもうすごいですよね。すごいですけど、まあ、多分値段もすごかったりするじゃないですか、うん、3.12 ぐらいに隠れた名店があるって言ってましたけどね。3.12?
で、まあ、俺その地方行った時に何も土地勘がないところで、うん、じゃあ何食べようってこう調べていくじゃないですか、うん、で結果もう結論出ました。何でしょう。うなぎ食っとけ間違いないっていういやそれはまあ外れがないってことですよね。うなぎに関してはうなぎをどこ行っても点数は関係なくうなぎ行って、うん、うわーって思ったことは一度もないです。一度もない。うなぎって地方地方で処理の仕方とかが違うんで、そういう楽しみがあるんですよ。でもなかなかあれじゃないですか。でもランチだったらそんなお高くないですよ。だいたい1000円1500円で食べられる。私でも食べログで出てきてもうなぎは選ばないですね多分。いやだからまあまあ、多少お金なしもいいから、うん、外れを引きたくないと思ったらうなぎ行くのが一番いいのと、うん、まだあるね、うん、ラーメンはあんま関係ないセンス。なんてことですか。いや違います。ラーメンはもう好みなんで、それがたとえ点数が高かろうがなんだろうが、あの豚骨があんま好きじゃないからそれはっていうのがあるじゃないですか。まあ、そうです。合う合わないがありますよね。すごくあるんで、あの、はい、うなぎ食っとけっていうのが決定だそうです、はい、うなぎ食っとこう。うなぎ間違いない、はい、あー来た来た。頑張りフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、ポッカ吉田さんの書き下ろしコラムなどなど、お得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん、俺たちのこと知っとうと？フリーマガジン、のっとうけん。え、それ今日持ってきとうと？持ってきてない。